いどうなってんだよ。どこにもいねえじゃねえか。はあ、北方どころか誰もいねえ。警察の情報だろ。ガセだったのかよ。おいどうするよ。まだ探すのか。もう無理だろ。どうする八神さん、桑名さん見つからないみたいだけど。RKが桑名を見つけてどうする気なのか確かめとこう。ただ捕まえるのが目的なのか、それともやっぱり殺す気なのか。それってあいつらに直接話を聞くってこと？相手はチンピラ4人だ。1人で2人ずつ楽勝だ。まあね。よし行こう。いや、ちょっと話聞きたいんだけどいいかな。はあ、誰だてめえら。お前らがコミジュルか。ねえ、こいつら八神さんの顔も知らないみたいよ。これはこれで寂しいもんだな。おう、どうした。あれ、ちょっと八神さん、急に数増えたよ。一人で二人ずつじゃないじゃん。そいつ八神だ。カムロ町の探偵。探偵？いいから捕まえろ。北方の仲間だ。オッケー、捕まえりゃいいんだな。ボコボコにしてやんよ。うっせえ、祭りだ俺。すごいよ。でも来な。もう終わりか。他にはもっといなかったっけ。いや、もう十分でしょ。おい、お前ら桑名を探しに来たんだよな。あいつ見つけてどうする気だったんだ。ただ捕まえてこいって言われてた。どうするか知らねえ。殺す気だったんじゃないのか。知らねえって。捕まえろって命令したのは相馬か。阿久津さんだ。どうせそこに指示出してんのは相馬さんだろうけど。
ねえ、八神さん、ちょっと。仮面つけてる人多すぎないかい、人長。僕もそう思い始めてた。クワナならここにはいない。え？ガセネタだったんだよ。流したのはうちだ。あんたらはここの人、コミジル。便利屋は普段うちが雇う側だったんだがね。今回はクワナから頼まれた。ガセネタ流すこと？彼は自分の目撃情報を流して敵がどんな連中でどういう動きをするのか確かめてみたいと言っていた。すると驚きの結果が出たわけだ。警察の情報がカムロ町の半グレにダダ漏れになっている。非常によく連携してクワナを捕まえようとしてた。じゃあクワナは今の状況を近くで見てるのか。異人町にいるってこと自体はガセじゃないんだな。その先を話すには人払いを。え、俺、いや、ちょっと。ごめんね。クワナは異人町に戻ってきてる。あいつはこの町でこそ力を発揮する便利屋だ。今どこに？ハンピン・リューマンの鉄装にかくまわれてる。あんたらなら奥まで入れてもらえるはずだ。もう話も通してある。クワナは俺らに会うと言ってんのか？ついてこい。警察にも見つからない抜け道がある。そこから町へ出たらいい。わかった、礼を言うよ。意外といい人たちなんだね。ただしもう二度とここには来るな。あんたらは招かれざる客だ。次に来たら命の保証はしない。勘違いだったみたい。